こんにちは、ブランドバイ社長です。グレートランド響です。グレートランド大阪ではね、はい、全国の皆様からヴィンテージ T シャツをお買い取りさせていただいておりますけども、こちらも、お買い取りさせていただいた T シャツのご紹介です、はい、本日夜9時からねオンラインストアで販売開始になりますので、最後までご視聴ください。今回は1万円以下、待望の企画でございま す、はい、グレートランドでは少ないですからね、1万円以下紹介する機会なくないですか。調子が良ければ第2回、3回、50回、100回とやっていきますので皆様のご協力をお願いいたします。最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、1万円以下でも私は熱く語りますよ。はい、1枚目は、バットマン。なぜなんでしょうか、アジアであまり人気がないのが。人気がないというと語弊があるな。アメコミでも、はい、DC コミックでしょ、マーベルの方が人気ありますね。ただですよ、考えてください。世界一のかの有名なグレートランド大阪で世界暫定2位になったショーンが、はい、唯一これ買うわって言ってた T シャツ、バットマンでしたね。アメリカではめっちゃ人気あります、うん、バットマンもね、結局僕一つ思うのが、バットマンの T シャツってね、ピンキリなんですよね、うん、種類多いですし、まあ、とにかく多いです、種類は。ただやっぱり種類が多ければその分ええのとあんまりなのが出てきます。これに関してはそこそこええデザインです。こじゃれたね、イエローにパープルで、コピーライトもしっかり入ってて、バットマンリターンズ、ボディもシングルステッチのシングルステッチ、サイズ感もちっちゃいのイメージ、ちょうどいいサイズ、うん、あと何が必要ですかだって90年代のしっかりしたボディでコピーライトが1991です。ゴミット入ってまして、これねいいと思うんやけどね、うん、店頭でこれに近いデザインを販売したことあっても、パープルがこんなに綺麗に入ってるっていうのは初なので、何かでいい T シャツ、イケてる T シャツ欲しい方にはゼガヒでもおすすめしたいタイプでございます。よろしくお願いしま す、 です、ね、スリップノット、おもう海外からもね、そこそこ高いスリップノットというか、海外からスリップノット入れると高なるんですよ。ってなると世界的に高いと言われてるデザインしか入れれなくなるんですよ。でスリップノットでいうところのこの T シャツっていうのは、まあ、お値段でもご理解いただきたいんですが、ミディアムレンジのスリップノットです。そんなめっちゃ高いスリップノットではないです。ただもうこの昨今ね、1万円以下でこのスリップノットを出せるっていうのはプロ相手の仕入れだとはもう無理ですね。無理ですね。あくまでお買い取りで実現できたプライスとなります、はい、といってもそこそこ出してます。ただ、スリップノットのお問い合わせってめちゃくちゃ多いので、なんとか1万円以下でスリップノットを皆様にお手元にお届けできないかと腹を切る思いの利益率を下げたご提供でございます。合わせやすいですね。で全体的にええ感じ乗ってます。タグも残ってますね。完璧です。以上です。はい、響がね今履いてるのはリッコーエンスとかのパンツにもいいし、グレートランドオリジナルのパンツに合わせていただいてもいいし、うん、お持ちのねパンツだったり何でも合います。あと色がパキッとしすぎてないのもいいのと、やっぱりプリントが細かく描き込まれてるのでシンプルにかっこいいですね。やっぱり1万円で売るのやめようかなっていうか、普通に1万半ばで売れる T シャツですけど選んじゃったんで、どうぞ。次も非常に僕は好きだな、キャラものね、はい、話せば長くなるんで簡潔にまとめますと、大きく分けてキャラものって2パターンあるんですよ。もう次のも一緒にいっちゃってください。結構ねダークな感じでしょ。もうこれもいきましょう。ポップな感じ、はい、これは本当お好み分かれると思うんですよね。世界的にはダークなプリントの相場は高騰し続けてます。このトゥイーティーもねブルーの影が入ってて、背面もブルーのトゥイーティーが、はい、クッキーモンスターに関しては、ね、多分ブルーですよ。後ろもブルーですよ。これはもう大きめサイズ、トゥイーティーは、はい、クッキーモンスターに関しては表記は M なんですけど、ボディが D。 D って皆さんも想像されるのってジーンズだと思うんですが、こういった、ヴィンテージ T シャツのボディ、 T シャツのボディも作ってます。皆さんが大好きなナインチネイルズにも Lee のボディがよく使われてます。これに関してはね、ほんとポップなデザインなのでよろしくどうぞって感じです。その分お値段お安くします。残りの2枚に関しては海外の相場が今だいたい60ドルから80ドルぐらいで取引されてます。ってなると1万円超えるんですね。ということはグレートランド大阪の方が安いわけです、海外で買うより、はい、デザインも秀逸な2枚を、僕と響で選びましたので、うん、キャラものだけど可愛くなりすぎない、うん、バックプリントもしっかり
かりある僕の大好きなブルー、はい、これ以上何が必要なんやと全部伝えましたね。もうね世界一ですからこの時間だけでも赤字ですよ1万円とかで売ってたら。でもいいんですよ、そうやって僕はお客様と歩んでいって1万人の顧客がいれば、顧客様がいれば僕は40歳で引退できるんですよ。なるほど、もう限界ですよこの生活しんどいですよ毎日編集してね動画撮って派手な生活やと思ってる方もいらっしゃるかもしれません。そういう方が多いと思います。地味ですよ、毎日コストコのカレー食ってますから動画編集しながらお願いします。続いてアンスラックスってさ意外とみんな知らないよね。もう詳しくはググってウィキ見て、はい、YouTube 見てくださったらいいんですけど、ラットフィンクの多分デザイナーが書いてるんですよ。D ハンドルとか左ハンドルとかじゃないですからね。もちろんシートベルトはせえへんし、まあそんなものはねムキムキやし、僕好きなのがねこんなに描き込んだ、はい、ちょっとこれ名前わかんないですけど、はい、このデーモンみたいなやつに対してこの車の適当さ素晴らしいですね。ここだけ書いてオープンカー外注みたいなテイスト違うし、そうですね。でバックプリも完璧なんですよ。バックプリ入っこれ入ってるのが素晴らしい。でここ最近相場が上がり始めているリンガー T シャツ、はい、リンガーもねちっちゃいの多いんですよ。多いですね、うん、ここまでフロントバックともに描き込まれていいデザイン売れ線デザインで相場が上がってきているリンガー T なのになぜ1万以下でご提供できるのかと。なぜかと言いますと皆さんがアンスラックス知らないからです。まあねどん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 バンド T シャツが高くなっていってる中今までフューチャーされてなかった前の動画で見たトムペティとかも、はい、あの上がってきてる中アンスラックスも確実に上がっていくんですよ。でも今が買い時みたいな。コピーライトもね1995ですよ。しかもねソニーですよ。ほんまや。はい、ちなみにこの T シャツこのサイズ感のものは画像すらも僕調べましたけど出てきませんでした。はい、いいですね。ないですね。よろしくお願いします。シンプルイズベストです。今のね T シャツ企業 T シャツだとねまあ画像拡大してますけどこの細かいクラックとかねブルーが剥げてきた時にちょっとこうグレーっぽい白っぽい色味が出るとかないんですよ、うん、決してプリントとしては派手じゃないだけどサイズ感も良くてコンパクト綺麗にまとまってるデザインでまあそうっすね無地 T 買う感覚とまでは言わずともあんま考えずに買っていいんじゃないかなっていう T シャツです、うん。プリントの入り方も横向きなんでジャケットとかは非常に合うと思いますよ、うんうん、でアップルほど全然高くない、はい、Windows よりもやっぱり高くない。やっぱりデザインを合わせやすくて秀逸です。ボディもねコンディションも綺麗でおすすめです。おすすめでーるっていうことです編集でうまいこと、はい、トロピカーナ色には完璧ですね。問題はですよこれ誰なんですか。それはちょっと僕もツイスターなんかトロピカーナツイスターっていうのが商品名っぽくて調べてもらったらジュースいっぱい出てきますよ。オレンジクランベリーとかいっぱい書いてます。なんでしょトロピカーナの絞られる果物を育ててるおっさんですか。まあそんな感じで映ってますけどちょっとこうねなぜ僕がこれをチョイスしたかっていうとあんまり調べてないんですけど映画 T っぽいデザインでしょ。あのホワイトに対してモノクロのこのおっちゃんもうどう考えても犯罪者にしか見えないんですけどね。まあ確かにそう言われたらそう見えてきますね。納屋に拉致監禁してそうな一番怖いタイプですね、うん、にこの色味が入っててバックフリが豪華で、うん、バランスがめっちゃいいんですよね。ここはあえてブラックリクリフレーバーズマザーネイチャー、うん、ネバーインテンドデザイン外でいいんじゃないですか。ちゃんと古いしちょっとほんまにいいやんと思ってるやつですね、うん、ラストもうラストですか。それはねやはり切ってあるのかな。これ切ってなけりゃ1万円以下なんか土台無理なんですよ。 What do you mean? I'm not kind. あなたが私のことを親切でないと私のというわかんの思うこと自体があなたは親切じゃないって深いですね。合ってれば私の役がお坊さんのあの言葉みたいには書いてあるやんよ、はいはい、あの寺に、はい、うん、っていう T ですね、まあ冗談はさておき袖の切り方がこちらも秀逸と、はい、ブラックに対してのこのビビッドな、まあ、ピンクパープルっていうかメガデス自体はねさすがに皆さんご存知だと思います。これに関してはフロントはまあもう豪華なプリントですけどもいいのはやはりバックプリですね。これが非常によろしい、うん、非常にかっこいい、うん、でも切るとかじゃないしファックとかなんかダイとかさ、うん、っていう過激な言葉じゃないんですけどこう投げかける感じね。オメガデスのちょっとこうメロディックなねメロディック、メロディックなメロディカーナなあるな、
音楽にも合ってるんじゃないかなと思ってあげてるような、それ着てるんでね、当分はおうち着としてご愛用いただいた上で、来年の夏に本格4番で登板していただきたいなと思います。本当にデザインで見た時に袖があればまあ3万アップ、夏場であれば1万真ん中ぐらいかな、販売してたらポーンとすぐ売れるやつですけど、いかんせんもう10月なんでね、私でも T シャツ多すぎて置いとく場所がないんですね。なので今回お安く、これがまたねサイズがねもっとでかければね、僕の私物化してたぐらいのデザインの良さ、バランスの良さなんですが、やはり私はちょっとちっちゃいと、いかんせん私袖切りにはもう類まれなるこだわりがございまして、ね、このサイズで私が着ると完全にプロレスラーなんですね。響きぐらいの体型の方とか、うん、これね女性の方めっちゃおしゃれやと思う、海外セレブみたいな感じで着ていただけてもかっこかわいい綺麗なんじゃないでしょうか、うん、以上となってます、うん、ということでですね、1万円以下、しかも税込み1万円以下で販売できるヴィンテージ T シャツを今回ご紹介してみました。まあちょっと反応は僕たちの未知数といいますか、お客様視聴者様が受け取られるかっていうのはまあ楽しみではあるんですけども、はい、こういった感じでまあテーマを設けてね、新入荷のヴィンテージ T シャツ紹介できるのは確実に全国でうちだけです、はい、毎日できる限り更新しますので、サザエさん感覚で見ていただければと思います、はい、それではじゃんけんポン、やったっけサザエさんって、そうですはい、じゃあビクってなんだそれ、いやほんまに殴られるかと思った。ここも使いますからね。